江戸時代の天才俳人だった武尊は、俳句の傍ら絵を学び、独自の文人画を作り上げた絵師。絢爛たる様式も雅さもない作品ですが、夜景という極めて珍しい題材をこの一枚で描き切りました。最大の特徴は雪の描き方。実は夜の雪を表現するために、日本画では珍しいある技法を取り入れていたのです。